字綺麗な人どういう認識？字で打てないて。これどうやってフィルターかけるのかわからないな。教えて誰か。お、お、はい。違う、こういう別に遊びたいわけじゃないの。俺 TikTok じゃなくてインスタで。これ？やべ、俺反転とかされたら困るんだけど。びっくりした。あぶねえ。びっくりした。あ、オフとかできるんだ。なるほどね。なんかちょっとツバとか書きたいなって思ったらオフにすればいいってこと？これ何？なるほど。フィルターとかないのかな？お、フィルターを探すでできるよ。どういうこと？何フィルター探すって。どこで探すの？フィルター探すの。佐野くん？佐野くんだよね。誰だと思って見に来た？諦めよう。もういいや。なんかちょっと画質よく、フィルターによってさ、画質よく見えたりするじゃんな。色味とかで。まあいいわ。何もないのが一番いいよとかじゃなくて、俺フィルター探してんの。DNA やってみて。DNA って何すか？この、染色体ですか？あの体の中。なんつうの、染色体っていうのか分かんないですけど、こういう二重螺旋行動みたいなやつですか。どういうことそれ。ファンの方とインスタライブコラボっていうのどう？なし。あれだよね、たまにはね。分かんないじゃん、もう何されるか。もう怖いもん。投げてきたりとかしそうじゃん、なんかこの水とかさ。照明買ったら、いやあんのよ、もうここにね、とんでもなく眩しい照明置いてんのよ。オフにするよ。真っ暗もいいとこだろ。こっちの方がいい？鬼真っ暗じゃないこれ。おお、朝めっちゃ眩しいのこれで。今0100でやったんだけど、1…8 とかにするとやるね。ほらこれ横のさ、何多分これ光のなんかその何屈折とかの関係で出る、この出てないこれ、ピョンピョンピョンってやつ、これ出ちゃうんよね。なんか合ってないと出るんだって、こういうの多分カメラのあれとこの光のあれが合ってないと出るやつだから。マックスこれコメント流れなくなっちゃった。誰がいる？何でもいい、何でもいいって言うな。より良くしようと思え、向上心は大事、現状維持は対価。サノメしてんの？したって、昨日したって見てないんか、昨日のサノメシ。電話番号教えてください、この絵文字。アホか、こうするぞ。手大きくない？手大きいっすね、昔から。手はほんと見える？手大きいよ。ハエテくんが目覚まし時計だって。どういうこと？ハエテ知ってるっしょ、この目覚まし時計。ハエテいた？ちなみにダチョウに似てる。バカ野郎、脳みそこんなぐらいかって、すぐ記憶忘れちゃうって。バカ野郎。お腹大丈夫だった？何が？髪染めないよ。染めないですよ。まあちょっと気持ち染めたい気持ちもあるけどね。鼻めっちゃ触りゃそうなのが、なんかね、かゆいんだよね、鼻が常に。花粉症の検査もしたんだけど、一応春先だけなんだけど、なんかね、この中がね、かゆいんだよね。誰か鼻専門の方います？マジで右目痛い。大丈夫か？右目だけか、両方痛めるか、右目直すか、どっちかした方がいい。お酒ですか？お酒じゃないですよね。お酒とかもね、たまにはいいと思うんだけどね。まあ、一応まだね、これお水です。今日鼻声そうかな。うちの耳鼻科、あ、耳鼻科の先生いた。うちの耳鼻科来てください。来てくださいよ、うちに。耳鼻科の方、うちに来てください、お願いですから。鼻専門、お鼻専門の、そう、いろんな職業いますよね、皆さんね。これ失礼かもしれませんが、皆さんの職業教えてください。
確かに気になるわ。いつもコメントしてくれてるけどさ、みんなの職業気になるわ。僕は TikToker、Instagramer、YouTubeが多いんだね。元気か学生。学校で備えて考えてます。おー嬉しいです、ありがとうございます。その学校の人みんな連れてきます。うち嫌です。高校生や大丈夫か。高校生、その高校生あで、それ高校生大丈夫か。それ幼稚園児でもギリアウトやで。はい、でどんなアクセサリーが一番好き。別に知りたくないけど、営業やってんの JK。 中学3年生ありがとう。頑張れよ学校。福祉系、あー素晴らしいね。中学生、え、そんな若い子見てくれてんの。さっきも中学生とかいたけど、ありがとう。受験生だを見てる場合じゃないよ。アパレル店員、おお、なるほどね。服ください。佐野優斗の家政婦です。誰家政婦、さすがに覚えろよ。雇い主のな。猫見てるんだ。あ、そう。高一、おお、保育士さん。学生が多いんだ。救命士目指してます。おおすごい頑張って。俺救命士と違うけど出てたよ、そういう MER って作品で。一応人を救う仕事の役もやってるんで、ほんと頑張ってください。すごく素敵な職業です。看護師の方とかも含めですけれども、受験生応援してください。もうでも受験の期間だよな。頑張れよ、ほんと受験生。受験したから俺も、もうずっと言うよ俺は。もう受験したから、ちゃんとセンター試験、まあ、センターって言わないのか。今なんて言うんだ、今なんつんだっけ、統一テストみたいな感じだっけ、なんだっけ。頑張ってね。今からでも間に、今何、9月間に合うよ。全然間に合うよ。俺9月から勉強始めたもん。なんなら夏休み終わってから、よしやんなきゃやべえっつってやったから、全然間に合う。本当に頑張って。共通テストか、時代変わるな本当に。共通テストね。共通テスト、わかった。共通テスト分かった、大丈夫、分かった。テスト何点くらい取ってますか。テスト何点くらい取ってましたか。アバウトだね、ものによりよね。明日仕事無理。え、なんで今日何曜日、今日何曜日ですか。今見るわ。月曜日。え、今日も仕事行ったんでしょ。頑張ってよ仕事。顔の面積何求めたことない、理系だけど。大学生、大学生、学生多いんやな。得意な教科は、うん、PE かな。好きな科目はでもね、数学とか好きだったよ。理系だしね。歴史が嫌すぎて社会ね、うん、だから理系行ったんだけど、もう理科っていうのも科学とかがもう無理すぎてね。好きな教科選ばしてほしかったね。ちょっとね、数学と体育だけとかさ。国語は得意だった、漢文とかも好きだったし。でもね、でもね、科学がね、もう化学が難しかったね本当に。すっごいお世話になりました本当に。あの高校の時代の先生、まあ中学もそうだけど、高校時代本当お世話になった先生方に。英語の覚え方、気合だよ英語なんて。敬老の日、今日敬老の日電話したか。ちょうどねばあちゃん電話したんだよな。今日じゃないんだけど、あれいつだっけ、昨日か一昨日電話した、ばあちゃんと。
祝日みんな休みなんだ今日。なるほどね、だから明日仕事やだってこと。3連休世の中。おい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 、いいな。おやっぱね、世の中わかんないのよ俺。やっぱ土日とかいう概念もないし、日付とか曜日とかもわかんないのも全然。小学生と見てるよ。おい小学生と見てんの。君はいくつ。鼻かゆい。かゆいよな鼻。なんでかゆいんだよ鼻。俺これ空気清浄機もやってるし、加湿器もやってるし、もういろいろやってるけどね。だい金曜日も祝日だ。休むねみんな。いいね、休め、ちゃんと休めなみんな。休めるうちに休んどけよ。あ、翔也、北海道寒い。僕の親友です、翔也三浦。北海道寒い、寒いんだもん北海道って。最近ガチハマりそう。誰に。俺にハマりそうじゃなくてハマって。大丈夫そう。俺はね電波悪くて止まったね今。なんで止まるんだろうね。めっちゃ休みか、いいな休み。いいな、明日学校休み。マジ痩せてじゃなくて痩せるって、うん、痩せたいじゃん、痩せるって言わなきゃいけないですよ。でたくさんフォローお願いします。インスタグラムもね、もうフォローしてくださいって最近あんま言ってなかったんだけど、僕自分で喉にいる、住んでる喉にばあちゃんがばあちゃん今ダメ、インスタライブ中だから。あれどこだ俺の。あれぜひ僕のインスタグラムフォローお願いします。今何人か見る僕の携帯がどっか行っちゃった。これ見えるかな。インスタもねぜひフォローお願いします。今ねさっき見た時は102万4000人ぐらいだったんですよ。もうちょっとで5000人いく。ぜひフォローしてください。一旦200万人目指してますけど、一旦段階踏むために120万人目指してますんで、ぜひ。あと今なんつったっけ、102万4000人なんで、あと76000人。フォロワー数気にしなくてよくない。いいじゃん別に気にしても。気にしなくていいっていう意見があれば、気にしたいっていう意見もあるでしょ。僕はちょっとだけ気にしてる。いやそれドームツアーをしたいんですよ僕はね。あ、したい、したい。ドームツアーをするんですよ。違うな。ドームツアーをしたいんですよ、ミルクでね。そのためにやっぱりたくさん知ってもらいたいじゃないですか。そういうことですよ。ミルクってアイドルやってるんで、ドームツアーをしたい。っていうので、なんか、たくさんフォローしてくれて、知ってくれたら嬉しいなって。来てくれるでしょ？たくさん知ってくれたらね。っていう話。大ちゃん？大ちゃんいんの？え？友達に宣伝したけど入ったらライブ終わるから嫌だと言われました。どういうこと。佐野ってアイドルなん初知り。遅くない。もう結構知ってると思うんだけどな。そのでも初知りのシリをなんかそのシリにするのやめてもらっていい。この携帯のヘイシリにするのやめてもらっていい。おしゃれな感じにしなくていいよそれ。大ちゃん、佐野さん、大ちゃんお誕生日おめでとう。大ちゃん今日うちのその一緒にドームツアーをやるメンバーが接待さんやってるんですよ。誕生日だったんでこの前。ありがとう、言ってる。大ちゃんのファン、あの生誕祭ってくれた子ありがとう。大ちゃんよかった。で塩崎さんは塩崎さんもインスタたくさんフォローしてって言ってるんでお願いします。ちょっとハマりそう。もっとハマれよ。なんでちょっとなんだよ。佐野くんおすすめられたけど仁斗くんを好きになりました。ごめんね。バカ野郎バカ野郎。まあそれでもええ。別にミルクを好きになってくれれば別に何でもええ。これが噂の言うとね、そう、それでいい。いつか気づけ、自分のミスに。ソファーどこの、自分で調べろ、ソファー。いいでしょ、そういう、なんかこういう、なんか調べるタイの人。サナイトって本名、本名です。佐野くんのこと佐野ゆうとだと思ってる友達プレミルに入れたよプレミルっていうのはそのミルクのファンクラブなんですけどすごいね、名前知らない状態で入れてるんだね。ファンクラブに入ってくれる友達すごいね。浅いね調べがね。まあそれでもいいけどね別に。
いてててて、ちょっと座ろう、下に。ちょっと、4番目です。4番目が入賞だな。それトップ3に入らなかった、頑張るわ。スクショタイム欲しい、勝手にしてくれよ。スクショは頼むから。カンパチ見たよ。鉄パチじゃないそれ。カンパチってお魚だよねそれね。海行ってた君、魚料理しないの？今日しないよ料理。そんな毎日しないよ料理。でもインスタライブ以外料理しないもんだって俺。夜ご飯何食べたの？食べてないよまだね。もっと好きにさせて、勝手になってくれ好きにはな。もっとこれ以上無理だ俺も。芸人さんですから違いますね。役者とアイドル、アイドルと役者、インスタ SNS さ。はやて、夜ご飯何にしようか。食べないよ一緒に。なんで一緒に食べんだよ夜ご飯。お前と会いすぎだよ俺も。コナンさん飲みしますか？しません。そんなそんなことしません。ありがとう宇宙人の彼氏。いやもう困る、その類の感謝困るわ。佐野さんの何人兄弟、あ会話してるね。まあそうだな、俺今日話しに来てくれる人募集してますって言うから、うん、その話しかけ方合ってるよ。3人兄弟です。3人兄弟のどこでしょう。僕は3人兄弟の何番目だと思うか、ぜひコメントしてください。ちょんまげ、ちょんまげ好きだねみんなね。何ちょんまげって、どういうこと。次男、おお長男っていうか一番上。おお5。はやて、はやて滑ってるって、はやて滑ってるって。末っ子3番目、中4誰4、8。みんな同じだった、みんなボケ方が同じだった。0、ちょんまげして、なんでやねんお前。何番目か答えてください。ちょんまげしておかしいやろお前。長男、まあもういろんなコメントありますね。みんな多種多様ですね。長男です、1番目です。年齢まで合ってる人いるのはなんでなん。友達だよね一人いるわ。年齢まで全部合ってる人いたわ今。やめてくれ。弟と妹がいるんじゃなかったっけ。どこ情報、それ誤情報だよそれ。言っといてそれ情報源の人に、違いますよって。みんな男、末っ子ちゃう、長男、弟二十歳なんだっけ。二十歳です。うちの子裸見て見てます。すぐに着させてあげて。風邪ひくよって、今台風来てるからおへそ取られるよって言って。誰かいるの？誰もいません。佐野いくつ？24歳です。弟はね、そう、俊太と同い年ですね。合唱祭で最優秀賞取った、おめでとう。合唱懐かしいね。誰に聞いたん？自分に聞いたよ。マネージャー今いないよ。マネージャーも本当に一人しかいないよ。誰もいない、本当に一人。もう何でもかけれるかけるとか言っちゃダメですね、ごめんなさい。かけるのはダメですよ。何でももう5歳の息子ハヤト君かっこいい止めてる。見る目あるね、見る目あるね。部屋見せろ。なんで？なんで命令されて。無理。家バレる。一人寂しそう。寂しくないんだよね。俺一人がね、大好きなんだ。よく言うじゃん。一人寂しいみたいな、みんな。一人寂しいっていう感情がわからない。昔あるのよ。もうね、なんかそれこそ母親と離れるの寂しかったりとか、
なんか家族とその父親とかとさ、なんかちょっと一回仕事に残るからバイバイって寂しかったなったんだけど、無、なんでなんだろうね、不思議だよね、寂しいって分かんない。ハエテとハエテとかさっき見てハエテとかも寂しいとか言ってなんか言ってんだけどさ、分からない寂しいっていう感情が。カニ、カニって何、食いたいんか、カニ食いたいんか、札幌行ってこい、札幌。3歳の弟が佐野くんって呼んでます。何、かわいいね、覚えてくれたの名前。一人になりたい、一人になりたい、大丈夫それ、大家族ってこと。一人いいよね、私と会えなくても寂しくないの、寂しくないね。おへそ取られたことある、誰に、どういうこと、おへそ取られたことあるって。ある、逆にここに今 1.5 万人見てくれてますけど、一人でもあったらあるって言ってください。アクセサリーゴツゴツ、わかるよ。で俺ね、こういうね、わかるの、女性はあんまごつごつぎんのもね好きじゃないとか分かるんだけど、俺は好きなんだよ俺好きなんだよ、ごつごつのやつがね。ちょっとごつごつすぎるの分かってるよ。でも俺の手的にこれ細いのとかは似合わないの、細いのばっかだと似合わない。細いさ、すごい手が綺麗な男性いらっしゃるじゃん、ピアノとか弾いてる方とかさ。悩み聞いていいよ、ある、何が。雷のくだりだね、それね。ラグがあるね。うん。いつからゴツゴツ？何が？手が？指輪が？いや、結構昔からゴツいと思うよ、俺、つけてるの。ゴツいのいいんだよな。3回くらいあるかも。それ、へそ以外も取られてるね。おすすめのアクセサリーってありますか？いや、おすすめとかね、だからこんなのは女性とかあんまつけないんじゃない？でもこれいいよ。酔って電話してくる男の心理を教えて。誰そいつ、だるすぎやろ。ダイエット法教えて。ダイエット、ダイエットって分かるよ、難しい気持ちもすごい分かる。俺もお菓子とかめっちゃ好きだからさ、アイスとかも。難しいよねダイエットってね。誰かとやるといいって言うよね、誰かと、友達とかと、まあお母さんとか、まあいいよ誰でも、を一緒に道連れにして、結ぶの、ちゃんとやりましょうっつって。でメッセージで今からこれ食べますとか、今日はこれ食べましたとか、体重起こるとかはなんか成功率上がるって聞いたことある。じゃあ一緒にやろう、ダイエット。やだよ、嫌でしょ。テッパチェンバー仲いいの誰、みんないいんだよね、わかるよ。なんかそういう時ってなんか誰かはさ行った方がいいと思うのわかるんだけど、みんないいのよ。なんか嫌いな言葉3つ教えて。なんで1個じゃダメなの、3つもなんで教えなきゃいけないの。嫌いな言葉ね、明日は早朝に集合になります、睡眠時間短いです、ぐらいかな。筋トレ続けてますか。続けてるんだよね、それがね。さっきもやったよ。お菓子何食べんの、言えないよね。だってそういうのってやっぱりあるじゃん、その商品名とかって言っちゃいけないってあるじゃん。でもね、俺ポテチ、ポテト揚げポテトフライじゃないな、ポテチ好きなんだよね、めちゃくちゃね。あの類のやつ本当に好き、大好き。まつげ何センチって測る、自分で。初めて飲んだお酒何。おお、初めて飲んだお酒は僕あれでした、ハイボールでした。ウイスキーと混ぜるやつね。なぜかというと、当時減量しそうな青夏っていう作品の時に二十歳になったんで、それでなんかちょっと記念になんか飲んでみようかなと思って飲んだのがハイボールだったんだけど、あのね、体を作んなきゃいけない作品で脱ぐシーンとかもあったから、だからハイボールは太らないっていう情報を得てハイボール
だから今もやっぱ飲むよね、ハイボールはね。そのすごいたくさん飲むわけじゃないけど。好きなお寿司何？好きなお寿司はサーモンは食べるね。あと甘エビも好きだし、肌荒れしない、しないね、あんまりね、肌荒れも。でも一時期すごいしてた。でもこの話も何回もしてるけど、そのファンクラブの方で、次に、あ、ファンクラブの次やるんで、あ、キラリってファンコミュニティで配信するんで来てください。私日本酒好き。おお、日本酒もね、美味しいの、美味しいですよね。鉄パチ面白かった、ありがとうございます。鉄パチね。好きなポテトチ、ポテチの味何？うわー、それ言っちゃう？それね、うわー、ここへ来てコンソメ味にまたハマってます。ない？俺も1週か2週ぐらい回ってね、コンソメ好きだね。あとブラックペッパーのやつとかもちろん好きだけど、コンソメ1週回ってね、すっごい美味しい。どこ出身？愛知県岡崎市です。毎日？何が毎日？ポテトチップスですか？毎日食べないよ。食べたいけどね。コンソメいいよね。でも昔コンソメが好きすぎて、やっぱあるじゃん、その食べすぎるとちょっと飽きちゃう時期とかが長かったの。ずっと食べてなかったの、コンソメをさ、わざわざ選ばなかったの、コンソメをね。ここへ来てコンソメ、ここへ来てコンソメだね。海苔塩ね、海苔塩はちょっとあんま分かんないね。美味しいよ、自分で買わない。でも母親が好きで、あって食べると、うわ、いや、うまいなと思うけど、なんか自分ではね、なんか惹かれないんだよね。鉄鉢のハイボールではアドリブ、そういうシーンがあったんですよ。鉄鉢でね、序盤だったかな、アドリブです。よくわかったね、アドリブです。岡崎のどの辺なん？2番手。岡崎まで行っただけでも感謝してください。あー、もうちょっとね、商品名あんま言えないんだよ。その好きなのもわかるわかる、でもそういうのはちょっとキラリの方で言うから、ファンコミュニティの方で言うから、ちょっとあんまりダメなんよ、そういうのはね。あんまこういうもうね、あ、誰でも見れるやつ言っちゃうといろいろあるから。あー、わかる、めっちゃそれ俺も好き、言いたいよ。もう書かないで、もう言いたくなっちゃうから。めっちゃ好きだよ、やめて。田舎ですか？それ言ったらバレない。結構岡崎の中で田舎って限られてる気がするんだけど、田舎です。今日美容院行ったの、どこ情報？なんで行った？俺なんか美容院の話、シャンプー気持ちいいとかさ、行った？あ、やべ、めっちゃ言ってる俺、ちょっとやりすぎてるね。ちょっとあと2分、あ、2分、40分ぐらいから、僕のキラリの方でやりたいと思うんで、ファンコミュニティの方でね、そちらはもうここで言えないことをたくさん言ってますね。みんなそうだよね。ちょっと入ってる人言ってあげて、キラリ入ったらいいことある？いや、あると思うよ。ここではもうほぼ言うからね、俺佐野ハヤトの9割ぐらい出してる、キラリって。もしなんかいろいろ僕のことをちょっと知りたいなと思ってくださる、もうありがたい方がいらっしゃったら、ぜひ来てください。キラリ結構やばいと思うんだよね、ほんと言いすぎてるよ、いろんなことを。うん、ぜひ来てください。いいことしかない。よく言った君、よく言った。ぜひちょっと今から終わったらすぐストーリーあげるんで、キラリってどうやって見るので、ストーリーあげるんで、ちょっとでもそう、ストーリーあげるんで、ぜひな、興味のある方は、はい、無理なさらない程度にぜひ来てください。ここは出てないのか、何がキラリ気になる、気になってる、そこのあなた、ぜひチェックしてみてください。キラリ入ったら幸せになる。あ、いいこと言った。キラリ入るか迷っております。ほら、迷ってる人いっぱいいるから、ぜひちょっと宣伝してあげて。キラリの何円？ストレートだね。うん、僕2号してるんだけど、君ストレートだね。嫌いじゃないよ。自分で見てください。言えないよ、自分で。で、よく言ってるけど、お昼ご飯1回我慢したらいける。月にね、月にだよ、月にお昼ご飯1回、月に30日あるうちの1回だけお昼ご飯我慢したらいける。キラリは神。ほら、行ってきて、迷ってる人いっぱいいるから。キラリ入りたいよ、ごめんね、入ってくる。全然大丈夫、それは無理しなくて全然大丈夫、無理しなくていいんですけど、有料なの、はい、ごめんなさい。
やっぱそういうのも必要じゃん。はい、入りたいけど学生でお金、ま、もう本当だ、そういうもう申し訳ない、そういうのも分かる、ごめん。でもあーいいね、合ってます、値段合ってる人います、やめよう、もうそういうお話、お金のお話やめよう、やらしいからそういうの、キラリは秘密話いっぱい。いやそうなのよ、俺初めてこんな話してるからね、いろいろ思うでしょ、キラリ入ってる人は思うと思うよ、他ではこんなこと言ってないみたいな、よくあると思う。なんで佐野くんは芸能人の事務所はどこ、あの芸能事務所どこってことだよね。スターダストプロモーションです。スターダスト、なんでキラリって名前なの、あのその会社の名前、そう、一応僕のやつはなんだっけ、佐野、佐野チみたいな、佐野の家っていう名前なんで、まあそういう感じで。リサイタルまたやって、あーカラオケ大会もやったんですよね、そう、そういうこともやってますんで、ぜひお願いします。ファンクラブなのかな、まあそうです、そうです、スターダストで働いています。え、言っていいのそれ、大丈夫そうちょっと待って、本当に読まれると思ってなかったパターン、マジで、じゃあ仕事合ってます僕と、やめてそういうの書くのやめた方がいいよ本当なら。そんな感じでありがとうございます。加納くんも好きです。佐野くんです。素敵な事務所、はい、本当に素敵な事務所ですよ。ぜひなんかその芸能事務所入りたいなって思う人はスターダストプロモーション本当にいいですよ。僕もいますしね。なんでちょっと一旦行くね。ありがとう、本当見てくれて。キラリのリンク貼っておきますんで、たくさんキラリ入ってもいい、もちろんですよ、もちろん、そんなん、もうそれはもちろんいいですよ。はい、そんな感じでぜひたくさん、皆さんが本当に宣伝ありがとうございますね。いつも僕のこと宣伝してくれてるおかげで僕のフォロワーもすごく増えておりますので、嬉しく思っておりますので、ぜひ、じゃあ一旦キラリ行きます。さだももクロ、あ、そうです、ももクロさんです、先輩です、僕もその後輩アイドルです。そんな感じでぜひよろしくお願いします。キラリ行くんで、気になる人いっぱいいましたよね、今一回チェックしてみてください。そしてすぐに配信するんで、ぜひ1回目の配信で待ってます、気になってる人。バイバイ、ありがとう。